松川事件。松川事件は、1949年、昭和24年8月17日に、福島県の日本国有鉄道、国鉄東北本線で起きた、列車往来妨害事件。下山事件、三鷹事件と並び、第二次世界大戦後の国鉄三大ミステリー事件の一つと言われており、容疑者が逮捕されたものの、その後の裁判で全員が無罪となり、 真犯人の特定、逮捕には至らず、未解決事件となった。三鷹事件から約1ヶ月後の1949年、昭和24年8月17日午前3時9分、頃、福島県、忍郡金谷川村、現、福島市松川町金沢を通過中だった、青森発上野行き登り412旅客列車、C51 形状機機関車県員が、 突如脱線転覆した。現場は東北本線松川駅金谷川駅間のカーブ入り口地点、当時は単線。複線化後の現在では下り線であり、先頭の蒸気機関車が脱線転覆、後続の荷物車2両、郵便車1両、客車2両も脱線。機関車の乗務員3人、49歳の機関士、27歳の機関女子。 23歳の機関上司が死亡した。現場検証の結果、転覆地点付近の線路継ぎ目部のボルトナットが緩められ、継ぎ目板が外されているのが確認された。さらにレールを枕木状に固定する犬釘も多数抜かれており、長さ25メートル、重さ925キログラムのレール1本が外され、ほとんどまっすぐなまま13メートルも移動されていた。周辺を捜索した結果、 付近の水田の中からバール一本とスパナ一本が発見された。下山事件、三鷹事件に続く鉄道事件として世間の注目を集め、事件翌日には内閣官房長官の増田光志奈々が三鷹事件等と思想定流において同じものであるとの談話を発表し、捜査当局はこの事件を当時の大量人員整理に反対し、東芝松川工場。 原北芝電機労働組合と国鉄労働組合国労構成員の共同防御による犯行との見込みをつけて捜査を行った。事件発生から24日後の9月10日、元国鉄線路工の少年が傷害罪で別件逮捕され松川事件についての取り調べを受けた。少年は逮捕後九日目に松川事件の犯行を自供、その自供に基づいて、 共犯者が検挙された。9月22日、国労員5名及び東芝老、組員2名が逮捕され、10月4日には東芝老祖員5名、8日に東芝老、組員1名、17日に東芝老、組員2名、21日に国労員4名と、合計20名が、逮捕者の自白に基づいて、芋づる式に逮捕、起訴されたが、 無実を示すアリバイなど重要な証拠が、捜査機関により隠されていたことで、死刑判決から5回の裁判を経て、天無罪で確定した。1950年、昭和25年12月6日の福島地裁による1、新判決では、被告20人全員が有罪、うち死刑5人、1953年、昭和28年12月22日の、 仙台高裁による二審判決では十七人が有罪,有罪、内死刑四人、三人は無罪となったが、裁判が進むにつれ被告らの無実が明らかになり、作家の広津和夫が中央公論で無罪論を展開。またうの二、吉川英治、川端康成、志賀直也、武者の浩二さねあず、松本清張、佐泰猫、坪井久志ら作家。 知識人の支援運動が起こり、世論の関心も高まった。1959年、昭和34年8月10日、最高裁は二審判決を破棄し、仙台高裁に差し戻した。検察側の隠していた、諏訪メモ、労使交渉の出席者の発言に関するメモ、被告たちのアリバイを証明していた。使用者側の記録者の中からの存在と、検察が、 犯行に使われたと主張した自在スパナ、松川駅の線路搬送庫に一丁あったではボルトを緩められないことが明かした。1961年、昭和36年8月8日、仙台高裁での差し戻し審で、被告全員に無罪判決。1963年、昭和38年9月12日、最高裁は検察側による 最上国を棄却、被告全員の無罪が確定した。判決当日、NHK は最高裁前からテレビ中継を行い、報道特別番組、松川事件最高裁判決として全国に放送した。無罪判決確定後に、真犯人追及の捜査が継続された形跡はなく、1964年8月17日、午前0時、記者転覆等及び、 同地資材の高訴事故を迎えた。被告たちは一連の刑事裁判について国家賠償請求を行い、1970年8月に裁判所は判決で国に賠償責任を認める判断を下した。捜査当局は当初から労働組合員の犯行のシナリオを描き、それに基づいて周辺にいた少年を別件逮捕した上で脅迫や 拷問間外の取り調べで自白を強要し、それに基づいて20名の被告を起訴した。また、真犯人に関する目撃証言なども多数あったが、警察署の担当者はむしろ真犯人を安全に逃亡させる協力をしたのではないかと思える動きをしていた。この事件は人為的に列車を転覆させたものであり、真犯人がいたはずである。しかし、 捜査当局が無実の被告を自白の強要によって逮捕起訴し14年間の裁判で被告全員の無罪が確定したがその間真犯人は逮捕されないままに事件は時効となり真相は謎のままになったので真犯人や事件の真相に関する様々な説が論じられている有力な説は日本共産党支持層であった 東芝社員らの労働運動を弾圧するために GHQ や警察が仕組んだ暴略であるというようなものである。事故直前に現場を通過する予定であった貨物列車の運休、警察があまりにも早く現場に到着した点や事件後に現場付近で不審人物を目撃したという男性の不審死などの不可解な部分があると言われており、これらをもとに暴略の可能性が指摘されている。 事件から20年経った1970年、昭和45年7月、中島達次郎が、朝日芸能上で事件の真犯人であると告白、国会でも取り上げられたことがある。中島は、キャノン機関のメンバーと共にレールを外した、工作の経緯を詳細に語ったが、信憑性を疑う見方も多く審議は不明である。1958年11月、 被告が弁護団の一員だった松本全明宛に私たちは原犯人原文ママと記した手紙が届いた私たちは福島列車転覆事件を実際にやった私たち今原文ママ被告として裁判に付されている方々を本当に申し訳なく思いますなどとあり事件に関わったのは七人で名古屋三人前橋二人岡山二人にいる都市さらに 事件には当時の共産係2名に関係しておりますと記されていた。また、手紙が愛知県名古屋市厚田区から出されたことが封筒の理念に記載されていた。弁護団はジャーナリストなどとこの手紙を調査し、名古屋市厚田区の旅館で書かれた可能性があることを突き止めた。手紙の筆者は年齢当時35歳以上、高等小学校卒、文章をほとんど書かない。 肉体労働20時、東日本出身、東北地方か北海道で、若い頃から外国で生活していた、という人物像が浮かんだ。事件当時、松川駅の方から歩いてくる9人の背の高い男が目撃されており、日本泥棒物語で映画化、真犯人からの手紙の人数と一致し、手紙の信用性を決定的に高めたとしている。手紙を受け取った松本は、 これは本物だと第一印象を述べている。高木や光は松本全命宛の手紙を真犯人からのものと断定。事件は命がけで固い同志的結束が必要なこと。文章には軍人的硬さがあることからシベリアからの引き上げ者で民主化グループに強恨みがある者たちと考えた。高木は文章中に箇所ある日本人としてという言葉に注目。 犯人は帰国した日本が、っ火目前に見え、事件に関与したが、無実の人間が死刑になることから、日本人都市の両親が手紙を書かせたと推理した。事故を迎えた1964年8月16日午後2時から、事故現場から約150メートルほど離れた、線路脇で合同慰霊祭が開催された。 この慰霊祭には捜査関係者や遺族など約100名が集まった。またこの慰霊祭の後午後3時から同じ場所で慰霊塔、松川記念塔の建設着工式も開催された。2009年10月17日18日、松川事件発生60周年記念全国集会が福島大学で開催された。集会スローガンは松川の教訓を活かし、 次世代に伝えよう。主任弁護人だった大塚和夫弁護士は、被告となった20人は、事件がなければ、それぞれの生活を過ごせたはず。当初からの弁護人としては、それが残念でならない、元被告の一人は、1、2審の死刑は自白返帳の結果だったと思う。どういう形で自白があったのか、事実を正確に発言していきたいと述べた。述べ2000人が参加。 福島大学は2010年5月12日、松川事件研究所を開設した。松川資料室と連携して研究する。研究テーマは、松川事件の背景と、実相、松川裁判、松川救援運動、出版、報道の論調、戦後の経済復興政策と事件との関連、新旧刑事訴訟法、判決の分析、 支援運動での文化人の役割なども研究予定。2012年度に事件がテーマの授業も行う。当事件の関連資料のうち400点を福島大学が国連教育科学文化機関の世界記憶遺産への登録を申請した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。